物性科学を取ったことがある人は、物性科学一般教総合教育科目パン教の物性科学はとても楽でした。これは違います。これはどんどん進みますから、僕の物性科学を取ってあのつもりでとりあえず来たらばなんとかなると思ったら、それは違いますからちゃんと勉強してくださいね。ではまずここから、何をやるのかを説明していきますから聞いててください。物性物理同演習は必修です。でこれが必修なのは私が決めたわけじゃなくて、私が来た時はもう必修と決まっていて、この学科ではいわゆる物の性質と、それから物なんかをどうやって例えば電気的に制御するとかシステムとして制御するってことを、両方をしっかりと教えたいってことで、3年生では制御工学とそれから物性物理が必修になってます。制御工学は式を使って納得のいく答えが出ます。物性物理はいろいろなところでごまかしが出てきて、できる人には苦しい時があります。なぜかというとこれはここら辺のところは適当にこういう近似をしてこう考えればこういう答えが出ますというようなことを使います。でどうしてかって物っていうのは人間ほど複雑じゃないけども、でもやっぱり何か物理の中で一番大切なことはこれと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 これ全部考えて解かなきゃいけないって考える時に、これは関係ない、これも関係ない、これも関係ない、重要なことはこれとこれだけだって言って重要なエッセンスだけを使って大体のそのものの性質が正しく調べようっていうのが物理学の基本的なエッセンスなので、それをやるのはこの物性物理同演習と思ってください。ですから物性の電気磁気工学的性質が決まってくる原理に関する基本骨格を学ぶんですけども、この授業物性物理の後に物性工学というのがあります。佐藤哲也先生が教えます。クォーター制なので6月4日に終わったらちょっとその前からもう授業始まっちゃうんだけども、春学期の後半は物性工学というのがあります。それを取ることでなんていうのかな、面白いところまでいきます。本当は僕ね両方教えてね、面白いところまで教えたいところなんだけど、今回僕が教えるところは最初の基礎のところって感じになりますね。ですから何が面白いところまでいくのかについてちょっと最初に紹介します。基本的には私がやる物性物理と物性工学は連続してます。で物性工学までいけば何が分かるようになるかということを最初に説明します。物性工学に行けばなぜこういうふうに金属棒に線が消えてるね、これ電池のつもりだったんだけど線が消えてますが、電池をつないで電流が流れた時、なぜ銅は電流が流れやすくて例えばビスマスとか電流が流れにくいのか、金は電流が流れやすいとかみんな知ってるよね。あとなぜ金は金色なのか、アルミはアルミ色なのか、そういうようなことは物性工学までいくとだんだん分かるようになります。でその基礎を教えるのがこの物性物理です。なぜ例えば金は電流を流しやすいのか、ここでちょっと簡単に考えてみましょう。皆さん熱物理をも勉強しました。熱物理では例えばこの中に電子があってその電子が室温で勝手に運動してるってのは聞きましたよね。君たちは今ここに静かに座ってますけども、金属の中の電子っていうのは動き回ってます。ものすごい勢いで動き回ってます。それがもうあらゆる方向に平均的に動き回ってるから、結果的には何ていうのかな、右から左に電流が特別に流れるとかそういうことはないわけですね。左から右に特別に電流が流れるとかないわけです。この中で君たちに好きなように動きなさいと言った時に、みんなバラバラに動いた時には人の流れがこっちに特別に行くとか人の流れがこっちに行くとかないわけです。みんなバラバラに動いてるから。だからというわけでネットとして全体として電流が流れてはいないけども、この中では電子が動き回ってる。その電子の動き回ってる速度っていうのがだいたい2分の 1mv 上のこれは熱速度ですけどもがいわゆるその時の温度で与えられるわけです。2分の3っていうのはよくありましたよね。こっちに確率が2分の1、こっちに確率2分の1、自由度が 3xyz3 次元だから2分の3ってやつです。で kb っていうのはボルツマン定数ですね。だからこのエネルギーがそのまんま運動エネルギーになっているというふうに考えると勝手に動いているわけです。でもここに電池をつなぐってことはポテンシャルを作るってことですね。電解をかけることによって、電解っていうのは当然かけた電圧割る長さ L ですけど、ここにポテンシャルをかけるってことです。言うならば君たちが自由自在にこの教室の中で動いてるんだけども、だんだんとこれを坂道をきつくしていくわけです。坂をきつくしていけば、今一応こっちの方に坂が下がってるけど、坂をどんどんきつくすればするほどみんなバラバラに動いてるつもりでもなんとなくこっちに寄ってくるわけだな。だからそれによって電流が流れるわけです。君たちがこっちに寄ってくる速度ってすごい遅いんだよ。バラバラに走ってる速度と比べたら。バラバラに走ってる速度がずっと速いんだけど、気持ち考えてみたらなんかみんなこっちに寄ってきて、向こうからまた新しいのが入ってくるって状態ができる。それがこの電解がかかった状態です。電解が大きくなればなるほどこの坂道が大きくなるということですね。でその坂によって実質的な加速度があるわけです。その加速度がどうなるかっていったら、当然この運動方程式を一緒に書いておいて、でそれで加速度っていうのが力割る重さ m なので、ここで力が割る m というものができるわけです。今力っていうのはかけた電解、この坂道によってできてる力、かかってる力ってことになってます。でここで平均速度、バラバラに動いてる速度じゃなくて、この教室がだんだん傾いてって君たちがこっちに近づいてくるどれぐらいの速度で来てるかっていうのが、だいたい加速度かけるこのタウっていうのはこの平均緩和時間という新しい考え方ですね。平均緩和時間とはどういう考え方かというと、君たちバラバラにこの中で動いてるんだけど何かにぶつかって止まっちゃうの。実際この中でみんなバラバラに動いたら、人同士がぶつかったり机にぶつかったりして、いっぺん止まる時あるでしょ。加速していくんだけど止まる。加速していくんだけど止まる。それはここに書いてあります。加速していくんだけど止まっちゃう。加速していくんだけど何かにぶつかって止まっちゃう。その止まる、加速してって止まるまでの時間をタウとすると、これの平均ですね。だいたいどれぐらい加速して止まっちゃうかっていうのがタウです。だからだいたいこの斜めの方向に落ちていく速度だよ。斜めの方向に落ちていく速度っていうのは、そっちの方向の加速度と、それから止まるまでの時間の平均の時間をかけることによって、大体これがみんなのこっちの僕の方に向かって走ってくる平均の速度でしょうってことが見積もれるわけですね。大体こんなもんでしょうって、こんなのはもう物質はよく出てきます。大体こんなもんでしょう。大体が好きな人じゃなかったら物質やっていけないよ見てて。それでこれでじゃあ加速度ってのは、もうここで加速度はこうだって、傾きを、電解によって傾きをかけた時の加速度はこうだって言ってたから、じゃあそこをここに代入しましょうとやって、結果として最終的にはこれを電解をかけて傾けてんだから、電解以外の全部の、E ってのはあれね、これ電子の電荷ね。電子の電荷 1.6×10⁻¹⁹ 乗クーロン。それからタウってのは例のこの緩和時間、 m ってのは電子の質量、これを全部まとめて、これを移動度と言いましょう。つまり電解をかけた時に、その電解に比例し、μ に比例して速度が上がります。ある電解かけた時に比例定数 μ で速度が上がってきますという移動度、どれぐらい動きやすいかです。ここまではなんかただ式をいじくり回してるけど、どういうふうに物性が入ってきてるのか全く分かりません。まだ定義ばかりです。この次行ってみましょう。まだなぜ物性を学ぶのかがはっきり分かりません。でじゃあこの棒でとにかくどれぐらい電流が流れるのか、それはオームの法則で考えようというのは普通のやり方です。 V イコール IR、E イコール電流密度かける、ごめんなさい、これはローだからごめんなさい、抵抗率かける、電流の密度ということで、抵抗率の逆数はここに書いてある通り電気伝導度ですね。電気伝導度ってのはどれくらい電気が流れやすいか、このまあとにかくこれを使ってどれぐらい電流が流れやすいか、つまりこのある金属でどれぐらい電子が流れやすいかを計算しましょうってことをするわけです。でこの時に電流密度ってのは当然単位としては電流はまあ大体単位時間あたり単位面積あたり単位時間あたりどれぐらい流れるかっていう流速ですから、流速はもうストークスの定理とかガウスの定理とかいろいろやったよね。もうちょっとそんな難しくないです。ただ単にこのある微小の面積のところをどれだけ電荷が通っていくかが電流だから、電荷がどれだけ通っていくか、じゃあ dA っていうのがこれある小さな面積です。でこの間を単位時間あたりどれだけ通るか、それは速度かけるこの微小な時間ですよね。速度かける微小な時間だけこの単位時間通っていくというわけで、 dt というある微小時間あたりに面積 dA を通り抜ける電荷の数 dq というのは、 dq はまあ一つ一つの電荷は 1.6×10 のマイナス19乗クーロンを持っていて、それから n っていうのは単位体積あたりの電子の数です。濃度です。単位体積あたりの電子の濃度かける微小体面積かける vdt っていうのはこの微小時間あたりに通り抜ける数ですね。それを全部やっていくと、電流密度っていうのは電荷数割るその微小時間割る微小面積だから、パッパッパって解いていくと、電気伝導度かける E になるんだというところまでは、これまたオームの法則そのものです。何も新しいことはありません。じゃあ一体どこに結晶とか材料の性質が入ってくるのかというと、この電気伝導度っていうのは電荷 1.6×10 のマイナス19乗クーロンかけるキャリア、その材料の中の電子の数、密度、濃度でもいいです。それから、この移動の仕方、ある電荷かけた時にどれだけ君たちが動くかによって決まってくるわけです。もう一度これを今君たちの一人一人が電子だと思って焼き換えて考えると、君たち一人一人が 1.6×10 のマイナス19乗クーロンをこの中で持ってます。濃度はこの部屋の体積の中で100人ぐらいいるの？まあでもこのとにかくこの中でもう、もし人間がゼロだったら電子がゼロだから、いくら電解かけても電子流れないですよね。つまり電子がいることが大切なんです。多ければ多いほど、電子が多ければ多いほど電流が流れやすい、ついつま合いますよね。それから君たちが傾きをかけられた時に、同じ傾きでもどれだけ動きやすいか、ある電解に対してどれぐらいこっちにやってきてくれるか、それがこの比例定数μ、移動度です。だから同じ電解かけた時に動きやすい人がたくさんいれば余計電流が流れるわけですね。でこうやって出てくるんだけども、この中で物性で求められるのがまず m、 電子の重さ、質量、それから n、どれぐらい電子がそのアルミニウムだったらアルミニウムの中、金だったら金の中にあるかというのが物性工学までいけば求まります。物性物理では残念ながらまだ求まりません。それからタウも大体どれぐらい進んでぶつかるんだろうかっていうのも物性工学までいけば求まります。というわけでこういうことを求めて、大体金属を使った時にどれぐらい電流流れるのか、それが結果的には例えば携帯電話の中でどれぐらい早く動く電子があって、それが外から来た電波を追随してくれるから、アンテナとしてそいつがちゃんと外から来る電波を取ってくれると、そういうことにつながるわけですね。何でも電流が流れますから、それらを全部解析する時には結果的には今日これから学ぶ物性物理と物性工学の知識が後で役立つ時が来るかもしれないということで必修になってるわけです。ここまでがイントロダクションですね。でじゃあどうやってその金属の、性質がかかってくるのか、これについて今から話をしましょう。基本的にはこの次のページに図に書いてあるんですけども、ちょっとこのコンセプトを今から話します。考え方は単純って言ったら単純だけど、要は全部波で考えるってことですね。量子力学で結局考えるんです。量子力学で金属の中には半導体でも何でもいいんだけども、必ず原子があります。当たり前だよ。原子が並んでいると、原子が並んでいるわけです。で、原子が並んでいて、その中を電子が、何色がダメだった？青がダメだって言われたのかな。でこれが、この電子が今は一つ、電子を粒子として考えて、これが進んでいくってことを、考えます。でこれで電子が進んでいくと、大体皆さん分かりますよね。こういう電子はマイナスを持っていて、その中にある原子は大体イオンだからプラスです。ということは、彼はここまで来るとここのプラスに引っ張られるんだけど、ここを通り過ぎると、通り過ぎた後にこの残りのプラスに引っ張られながらも、引っ張られない、逆だから、引っ張られながらも、今度はこいつはこっちのプラスに引っ張られると。つまりスムースなところをただ行くんじゃなくて、プラスが来た、またプラスが来た、またプラスが来た、プラスが来たという、非常に不安定なポテンシャルの中を電子は動くことになります。その不安定なポテンシャルを書いてみるとこんな感じになります。全部空論力だから、マイナスとプラスの引っ張り合うのは空論力だから、こんな感じの空論力でポテンシャルができるわけですね。だからマイナスにとってはこれがうわーっとこのプラスのところで引っ張られていくわけです。でもこれが全てのプラスのところでできるから、こんな感じになるわけですね。こんな感じになるわけです。でこんな感じになるということは、これ結局全部ポテンシャルを足し合わせるとどんな感じになるかというと、こんな感じのポテンシャルができると。もうこれ消します。こんな感じのポテンシャルができるということになるわけです。でこんな感じのポテンシャルのところを電子が走っていく。だから凸凹のところは走っていくんだね、電子は。僕がここから後ろまで走っていくとすると、僕の場合このままずっと机の上走ってるから平らのように見えるんだけど、もうちょっと机の距離が大きかったとしましょう。そうしたら高いところ低いところ、高いところ低いところを走っていくわけです。だから速くなったり遅くなったり、速くなったり遅くなったりする。もっと正確に言うとね、これね、量子力学的だから、下に凸凹があるんだけど、飛行機みたいに上を飛んでいくんだね。量子力学、普通に考えると、飛行機飛んでて下に富士山が来ようと来まいと何も抵抗変わらないんだけど、飛行機みたいに高いとこ飛んでて下にこういう凸凹があると、量子力学的にはそのポテンシャルを全て感じます。だから凸凹を感じながら進むってことになるわけです。だからこれが正確な言い方ですね。でその凸凹を感じる、その凸凹の感じ方が周期的なんです。プラスがある一定の間隔で並んでるから、周期的、ピリオディックに行くわけですね。でさらに物事が複雑になるのは、今電子は一つの粒で考えていますが、電子も実は波ですよね。電子も波です。というわけで、これは実は電子という波も、粒子で考えてみるんだけど、波があるわけです。電子という波がこういう周期的な波のように変化するところをずっと走っていくというような問題に行くわけですね。だからこれをどうやって解いて、結果的にこの電子がどれぐらい速さで進むかということを調べるわけ。君たちは早瀬先生から第2クォーターに量子力学を学びます。そうすると有名な問題で、クローニックペニーの問題っていうのがあって、こういうような凸凹な、これちょっとごめん、同じ高さに書いてますね、凸凹なポテンシャルがあります。そこを電子が走ってきます。そういう凸凹のポテンシャルを電子、あるエネルギーを持った電子が走ってきます。この時にどれぐらい、もちろんその低いところ、低いエネルギーで走ってったら、ここで一部は跳ね返されて一部は染み込むっていうのが量子力学的な性質なんだけども、高いエネルギーでいってもこれ一部は跳ね返されて一部は通り過ぎるってことがあるわけね。跳ね返りを受けちゃうわけ、下にあるものから。でもこれがこういう問題がまさに実は物性工学のだから第2クォーターの物性工学でやる問題だね。でしかもこれは多分林先生の授業でもやるような気がする多分やるんじゃないですかね。でもこの問題を解くのがまず実は物性の大きな目標なんです。でその問題を解くためにどうするかというと、まあ、こんな問題だったり、あとこれのもこの今黄色のやつだったらまあなんだかこのポテンシャルをちょっときれいに書くの面倒さ大変だから、じゃあこれサイン波にしちゃえとか、ポテンシャルをサイン波にしちゃいましょうとか、コサイン波でもサイン波でも同じですけど正弦波にしちゃおうと。でここをどうやって波がやってきて跳ね返るかと、そういう問題を解きましょうってやってるのがこれまず物性工学に行く問題です。でこれをいろいろやってるうちにただ波が波で反射されるっていうのを全部解くの難しいのでごちゃ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 っといろいろやっていくうちに最後やっぱりニュートン力学はいいやと、なんだか知らないけどこの波に質量を与えられないだろうか、質量を与えましょうと、有効質量っていうのを与えましょうと。有効質量、を与えましょうと M スター、これは、原子の電子の重さ 9.1×10 のマイナス 31kg とは違います。これが電子がこういう凸凹のところを動いていくときに実質的にじゃあもう凸凹だからちょっと動きにくい、じゃあ有効質量を重くすればニュートン力学が使えるんじゃないか、じゃあもう電子の質量2倍にしちゃおうと、2倍として使ってただニュートン力学を使えば全部解けるようになる。場合によっては有効質量が減ります。なんと減ることが結構あるんです。だからそうやって減りましたと、そういうようなことを使って実質的に必要な質量を求めることができるんですね。でその質量が求まればあとは普通にこういう計算でその質量を使ってその金属の電気伝導度が求めることができる。ただこの質量をどうやって求めるかっていうのは物性工学で分かることになるわけです。あとどこにその中にどれだけ電子があるか、それも物性工学で分かることです。だからまあここら辺の式を使うのは簡単だけど実際にその値が何になるかってことをでその起源を知るのがこの物性物理と物性工学でやることです。さらにここで今タウってありましたね。ぶつかって止まる、それはどこで効いてくるかっていうとここのところです。今私はイオンが全く動いてないと想定してました。でもこれ実際には熱振動してます。そうすると全部完璧な周期性を持ってれば周期的だからあとは平均化していいやと思ってんだけど位置がずれたりするわけね、部分部分で。それによって何かにあれ周期的だと思ったのにってぶつかって止まっちゃうとかいうのがあるわけです。だからそういうのもあるのでそういう完璧な結晶だったら完璧な結晶だったら散乱はないんですけど完璧な結晶でないと止まってしまったりするのでそれによってその前のページに出ていたこのタウどれぐらいいったら止まるのかというようなことが出てくるわけです。まあその基礎をこれからやっていこうということで授業を始めます。ここまでがイントロダクション。とにかく高校では免震立法とか耐震立法とかわけも分からず、入学試験とかにも出るからやらされました。何のために耐震立法とか免震立法だったって意味ないよな、だってそれを分かってたかって何もならないじゃない。でもその全ては周期性さえ分かれば性質が分かる。この周期性が免震立法と耐震立法で違うんですね。だからその周期性を考えた上でその材料の性質が分かるようにしたいということで実は免震立法とか耐震立法とかみんな一生懸命知りたいわけです。これは試験に出ませんけど基本的に原子っていうのが、とりあえず原子があってその原子がいろいろな形で結合を作って例えばイオン結合を作ったり共有結合を作ったり金属結合を作ったりして、それが結局ダイヤモンド構造を取ったり免震立法を取ったり耐震立法を取ったりすると。でその周期性が分かればあとはどういう周期の中を電子が進んでいくのでその電子がどのような実質的な重さを持つとかいうことが分かるようになるわけです。それをやっていくということです。でもちろん耐震立法免震立法六法細密とありますけども今回の授業で実際に使うのは耐震立法免震立法ちょっと六法細密構造あとダイヤモンド構造この4つだけですね。この複雑なのはもうみんなやりません。授業進んでいけば分かります。最終的によく使うのは耐震免震ということになります。で耐震と免震がどうやって決まってくるのかということですけどもまずピンポン玉を一番細密に何か箱の中に詰めようと思ったら一番下の層にこの白いボールですけどお互いにくっつき合うようにびっしりと詰めてこれ上から見てるところですね詰めてるのを。でその次に乗せる玉というのはこの白いボールの一番下の白いボールの溝のところに3つの溝のところに置くわけですよね。でこの溝のところに置くと。それは1つ2層目はこのグレーだけども溝の時に置きましたと。2層目を置いた後に3層目のボールの置き方が2種類あります。1種類目は3層目この黒いのが1層目と全く同じところ真上のところこれ見ればいいね。ここ見れば分かるよね。白の真上にグレーの3つの溝が1つ来てます。だからこの白の1列目2列目がこのグレー2層目ね。3層目をまたこのグレーの真上に置くと1層目と3層目が全く上から見て同じところに来る。そうやって代わりばんこに1層目と2層目1層目と2層目と同じところに詰め合わせたのが六法細密構造というものになります。それに対して3層目を1層目の真上じゃなくてここにもう一つありますね溝が。グレーで見たらこのグレーこのグレーこのグレーがあってここに溝がある。だから1層目でも2層目でも何でもない違うところの3層目のところに、黒いボールを置くということをすると A という位置と B というところまた違うところ3層目が違うからとりあえず C という位置に勝手に名前をつけてます。でABCABCABC と重なったのが免震立法構造です。ですから、これは両方とも完璧に詰め込んだということで分かりやすい。分かりにくいのが耐震立法構造ですね。これだから今の免震立法構造と、六法章非常に詰め込んだやつを代わりばんこに詰めたやつを真横から見たところです。 A というのと B 真横から見ると2層目3層目4層目と見れば分かるけどこの1層目と3層目と135層目が全部上から見ると真上のところに来てるわけですね。それに対して免震立法っていうのは1層目2層目3層目と上から見ると全然違うところに来てるということになるわけです。分かりづらいのは耐震立法ですね。なんで耐震立法みたいな構造を作るのか僕にはよく分からないです。あんなに細かく詰めたら詰め込んだらとにかく免震か六法細密構造になる。でも耐震立法にもなりうるわけですね。耐震立法っていうのはそんな詰め込んでない、実際にはこれそれぞれの原子にある、軌道があってそれを全部計算するとそういうことになるんでしょうけども、僕は実はなんでそうなのかあんまりよくわからない。でも耐震立法というものが存在すること自体がすごいと僕は個人的に思ってるわけね。で耐震立法がないと物性の試験も作りづらいので免震立法と耐震立法があると非常にありがたいということになるわけですね。で耐震立法免震立法を考えた時に面を考えます。これは宿題の一番で出てるはずだな。だからこれもただ単に立法書を考えるんで今日もう六法細密構造もたまには考えるけどもうこれは基本的にはもうこの物性物理では立法章ばかり考えます。で立法章を考える時必ずまず自分で適切に適当に x と y と z 軸を定義します。定義してこの中でじゃあこの面は一体何々面でしょうと、この斜めの面は何々面でしょう、この辺なもっと斜めな面は何々面でしょうっていうのをミラー指数っていうんですけども、ミラー指数として定義するわけです。じゃあこの一番左上の面は何かを言いましょう。これは010面っていうんですね。その決め方はこれ x 切面じゃん、切片ですね。間違えてます。これ直し忘れてました。切片ですねに書いてください。どこを横切るかで、この面で言えばこの面は x 軸に平行なので x 軸とは交わりません。だからどこで交わるかというと無限大で交わります。これ無限大って書いてある。昨日直したんだけど君たちのところ無限大って書いてある。でこの面は z 軸にも平行だから z の方も z 切片も無限大。そして、この長さを1とするとちょうど1のところで y 軸に交わるので y 軸のところは切片は1だと。でこれはそのまんま整数の比に直してください。整数の比に直すと、これは010といって、これが010面と言います。これミラー指数と言いますね。ミラー指数ですね。これは何かというと x 切片を1で遮ってる、 y 切片も1で遮ってる。で、z には平行なんで z は遮ってないと。これは1分の1たす1分の1対1分の1対無限大だから、この例では1分の1対1分の y も1分の1だね対無限分の1で、これは110となるわけです。だからこれは110面ですね。でそう考えるとこれは111面は分かりやすいです。さてもうちょっと複雑になってくるのがこんな感じのやつです。ですからマイナスのところでよぎるやつはどうするんだってことになるわけですね。これ x と y でこっちが z で、例えばどういう面を作ってみようかな。この面は何でしょうか。この面は何でしょうか。こことこことここにまた来てます。この面何ですか。この面は一番簡単なやりやすい方法ってのは、じゃあこれこのまんま全く同じやつを下に作ってみましょうと。全く同じの作ってみましょうと。これはここに来て、そしてこのままこうやってずれていくと、これがちょうどここに行くんだよね。これは何かというと x 軸は 1y も 1z はマイナス1ですね。 z はマイナス1マイナス1になるわけです。これはだからこれはどういう面になるかというと、これは1分の1対1分の1対マイナス1分の1で、これは11マイナス1面で、11マイナス1面っていうのは物性で111バー面と言います。111バー面、つまりマイナスをつける代わりにこうやって上にバーをつけるのがマイナスのサインになります。ということでこれは111番目になるわけです。というわけで111面だけを取っても何種類もの、何種類ってもう無限大にあるわけじゃないよ。これもだから均等じゃないな、イクイブラントってのはどういうことだろうね。等かな。これだって君たちがさ勝手に XYZ を決めただけであって、こっちを y にしてこっちを x にしたらまた全然違う面なんだけども、基本的に11面ってのは全部11面なんだよね。だから111群という面の群は111も1バー1バー1も1バー11もそういうのも全部含んで、それを等価な11バー面として、これは鍵括弧でこうやって示します。あと出てくるのが方向です。この面に垂直な方向を100方向と言います。例えばこれ、この面に対してこうしましょう。これも書きましょう。書いた方が分かりやすい。こうあって、これが何面かって言ったら010面でした。010面でしたね。010面、面は普通の括弧、どの括弧なんだか分かんないけど、010面です。そしてこれに垂直の出ていく方向が010方向になります。これは方向です。だからこれは010面があって010方向があると、こういうふうに定義しています。これなんかただの定義に思うけど、後で全部逆行詞というフーリエ変換が入ってきて、それが全部ここにつながってくるから定義をしてるわけですね。後で全部一緒になってきます。化学結合について話をします。化学結合、とにかく周期性を知りたい。周期性を知りたい時に、どうして免震立法になるのか、どうやって、免震立法だけに限らずに格子定数が決まるのか、そういうことを僕たちは知りたいわけです。格子定数がどうやって決まるのか、それを話す時に最初に一番分かりやすいのはファンデルワールス力を使うことですね。ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、こういった貴ガス元素っていうのはファンデルワールス力で非常に弱い結合を作ります。いいですか。でそれについて、それを使った上でできるだけ密に詰まる。大体免震立法になるんですね。密に詰まろうとしてくれるから免震立法になってくれます。凝集エネルギーってのはどれぐらいお互いにこうとするエネルギーがあるか、これは非常に弱いです。こいつはすぐバラバラになりやすい。でもちょっとそれについて今からどういうことになっているかを考えていきます。ファンデルワールス力のまず単純な考え方っていうのは、2つ原子を置きましょう。キセノンでもクリプトンでもアルゴンでもいいですけど、貴ガスが置いてあります。真ん中に陽子があって、その周りを電子が回っている。で電子っていうのはバラバラに動いてるからプラスは重いから、プラスのそのイオンっていうのは大体原子核っていうのは電子の1000倍以上重さありますよね。だから大体原子を見ると原子核は止まってて、その周りを電子がなんか動いてるっていうのが大体のイメージです。である瞬間にプラスに対して電子が右に動いた、ごめんなさい、プラスに対して電子が左に動いたとしましょう。電子が左に偏っていると当然左側がマイナスになって、電子が逃げていった反対側の右側がプラスに電荷を帯びるわけです。だからここで分極が生じる。この分極っていうのは時間平均で見ればいろんな方向に行ってるから、分極は時間平均で見れば分極は0なんだけども、ある瞬間に電子がちょっと左に行ってくれれば、この原子っていうのは左側がマイナスで右側がプラスになってるわけです。でここに分極が生じると、この分極から来る電解によって2番目の近くの原子も分極されるっていうのを習ったんじゃないですかね。これ畑山先生から石黒先生から。もし原子の原子分布が偏って双極子モーメント P1 がこっちの方に発生したら、その双極子による電場が2のところに生じます。これだけの電場が生じると。電場が生じるから、その電場によって2番目の原子も2番目の電子も電場によって電子が動いて分極しますということです。でそれが分極すると、要はマイナスとプラスがこうやって傾いてきて、こっちがマイナスになってこれがプラスになってくれば、なぜか知らないけどこっちのマイナスとこっちのプラスが近づいて全部結晶を作ってくれるということです。でその原子1が瞬間的に双極子モーメント Pg を持っていたとする。平均的には0ですけど、瞬間的にはある双極子モーメント P1 を持っている。そうすると原子1に対して原子2における電解というのはそこにここが感じる電解っていうのは P1 というここの分極に対して R3 乗分の1で効いてくるわけですね。この距離の3乗分の1で効いてくる。これは電磁気学で習ったんじゃないかと思います。でじゃあここでそれだけの電解が生じるから、じゃあここの原子は分極すると。どれぐらい分極するかっていうのは分極のしやすさ、分極率 α によって決まってきます。どれくらい分極しやすいか。だからある E があって、あとはどれぐらい分極しやすいかっていう比例定数でそこでの分極が決まるわけです。これくらいどれくらい分極しやすいか、これさっきはさここ E でさっき μ っていう移動度だったよね。だから電解に対してどれぐらい反応するかって、ね、よくは出てくる式なわけで、電解に対してどれぐらい分極しやすいかっていうのがこの α です。 P1 と P2 がこれの式で表せて、あとは R3 乗分でやってくるのが結局お互いにどれぐらい引っ張り合うかのポテンシャルです。だから2つの分極しているものはどれぐらい引っ張り合いやすいかっていうことは、この2つの分極の量とそれから距離の3乗分の1に比例してくる。だから引っ張り合う力ですねがこうやって比例してくると。でここの P2 にこいつを代入してやると、このままこの P2 をここで置き換えてやるというと、R6 乗分の A というある R6 乗分 R6 乗で引っ張り合う力が決まってくるわけです。それに対してじゃあもう引っ張り合う力しかないのか。ちなみに皆さん知ってる通り、この引っ張り合う力って小さいって言っても全然重力が大きいわけですよね。僕たちは重力によって地球の重さに引っ張られたから下に行ってます。もしこの万有引力の大きさがもうちょっと大きかったら我々潰れてますね。もうみんな人間電磁気力が大きかったら我々みんな重力に引っ張られてバラバラになってるわけだよな。幸いなことに電磁気力の方が強いから我々の体は電磁気力によってその水素と炭素とかくっついて体ができてるわけだよね。よかったですね、万有引力がそんなに大きくなくて。それはなかなかうまいことできてるから我々がここに存在するわけだ。で何を話してたんだっけ。そうそう、どんどんくっついてたらどうなのか。どんどんくっついてたらどうなのか。原子が2つどんどんくっついていったらどうなりますか。水素が2つどんどんくっついていく。完全に重なるってことある？水素と水素が重なってヘリウムになりましたって聞いたことある？そういうの核融合。元からそれによって宇宙はできていったわけだよね。水素と水素がくっついて、ものすごい勢いでぶつかって核融合されてヘリウムができてリチウムができてといったわけだけども、それにはものすごいパワーが必要です。で実際にそのくっついていく時に近づけば近づくほど実は反発する力が出てきます。でこの反発する力っていうのはむちゃくちゃ強いわけね。こういうのなんか科学で習ったでしょ、化学で。で一番分かりやすい説明としてよく使われるのが、2つ原子が近づいてきた時には最初に、原子ってただのボールじゃなくて原子核の周りに電子があるわけだから、最初にお互いが電子が見えるわけだな。お互いに電子同士が見えるわけで、電子同士がお互いに見えた時にパウリの排他則っていうのがあって、2つの電子が同じ軌道に入る、スピンが逆だったら入れるんだけど、とにかく2つの電子が一緒の軌道に入ることが許されてないっていうのが基本的にはパウリの排他率です。ですからこれを細かくどうしてなのかと説明、安田先生に怒られるかもしれない。君たちは何も説明できないのに授業してるのか、制御工学の先生に怒られるかもしれないけど、感覚的には排他率があって、電子同士がお互いにくっつけばくっつくほど、原子同士がくっつけばくっつくほどものすごい力で反発しちゃう。それが R12 乗分の1で効いていくんですね。 R12 乗分の1で効いていく。だからこれを全部まとめてやると、引っ張り合う力が6乗分の1で効いてきて、反発し合う力が12乗分の1で効いてくるというのが、まず2つの原子をくっつけた時です。でその様子を示したのがこの図です。この図が何かというのをちょっと説明しましょう。これだってね、全部後で授業でも関係してくるんで、まずこの図を説明します。これは何かというと、2つの、水素にしましょう。アルゴンでも何でもいいや。2つの原子を、距離 R をどんどん近づけてきましたと。2つの原子で、その距離 R に対して横軸は R に対してお互いにどういうポテンシャルエネルギーを感じるかを書いてます。ポテンシャルエネルギーをどういうのを感じるかっていうのは何かって言ったら、このエネルギー下げたいわけで、どれだけ心地いいか。エネルギーが上がれば上がるほど心地が悪いわけです。君たちみんなここで立って授業を受けてる人がいないのは、座った方が楽だからね。エネルギーが低いからだな。だから座ってるわけだよね。立ってる人いないね、やっぱり。だんだん授業がつまんなくなっていくと、頭まで下がってきて、ますます低いエネルギー状態に行くわけですけど、さすがに寝そべってる人は今のところ見たことないですね。僕はもう完全に重力に任せてる人はいないですね。でもとにかくエネルギーを下げたい。それはもう全ての人間もうエネルギー状態を下げたい。でエネルギー状態を下げたいっていった時に、どうやってエネルギーが下がっていくかっていうことは、近づけば近づくほどこの R6 乗分の1で近づけば、つまりこれ距離だから、距離がここは0ですよね。2つの原子の距離が0になればなるほどに向かうほど R6 乗分の1の比例してエネルギーが下がっていくわけです。いいですね。だからここは R6 乗分の1でエネルギーがでマイナスになってますけど、マイナスになってるからこっちになってるけど、これ下がっていくところです。でそれに対してあまりにも近づきすぎると R12 乗分の1で一気に上がってきます。だから2つの原子間の距離としてエネルギーをこの2つの項を合わせ込むと、こういう形になるわけだ、ポテンシャルが。でこれで見れば分かるとおり、一番心地いい距離っていうのが自動的に決まるわけだな、この極小点で。だからこの極小のところになる、極小を取るこの距離 R、ミニマムですかね、極小だから。この距離が2つの、例えば水素でも何でもいいや、2つの原子の結合として一番心地いい距離なわけです。だからそれが、例えば水素結合だったら水素のガスだったら H2 だけども、それがその距離っていうのはちょうどこの距離がそれで決まってくるわけです。その中でしかもその前のページにあったように、これ結構うまくいくんで後で示しますけど、今日の授業中ではもう時間があと5分しかないので足りないので全部いきませんが、この式で書いてあるみたいにレナード・ジョーンズ・ポテンシャルってこういうのを言うんですけど、レナード・ジョーンズ・ポテンシャルと呼ぶって書いてありますけど、シグマとイプシロンという変数パラメーターが全ての気ガスについて求められていて、このシグマとイプシロンというのがヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノンとかにこうやってあるわけですね。でこれが結構うまくいくことを次の授業で示します。これに関してはここの部分ですね。で今日じゃあちょっと飛ばして先に説明しておきたいのが、これがレナード・ジョーンズ・ポテンシャルでした。これがね、レナード・ジョーンズ・ポテンシャルでした。でポテンシャルが決まってたら、それの傾きってのは何になりますか。ポテンシャルの傾き、これの微分はこっちですね。ポテンシャルの微分は力です。力だな。そうだよね。ここの極小値のところは傾きがゼロだから、当然力もゼロなわけです。力を感じない、どっちにも何も力を感じない。僕がここにいる限り、ここに行ったら左に引っ張られる、ここに来たら右に引っ張られる。だからつまりこれをこのまま微分したやつがこの上のやつで、これが力になるわけです。微分したら力になります。いいですね。だからここでは力がゼロになる。でここでは左側に落ちるというようなことになっていくわけです。で物性物理、この授業の最後の方で状態相図っていうのをやります、カバーしますけど、例えば氷が溶けて水になるとか、そういうのがありますよね。氷が溶けて水になるってのはどういうことだと思う？これはですね、まさにね、来週やる、次の授業でちょっとやることですけど、基本的には全ての原子の距離っていうのは、格子定数っていうのは一番安定なところの距離で決まってくる、安定なところの距離にいるわけですよね。だからちょうどこれ拡大してやると、あるちょうど安定なある R にいて、ただある、だから原子で言えばある安定の距離 R にこうやってバネで2つの原子があるからバネで結合されているような感じで、ある安定、バネで言えば一番安定なバネのところにいるわけです。でもこれに熱がかかると2つの原子はバネで振動しますよね、エネルギーで。だからこの伸縮運動が距離を縮めたり伸ばしたりする。これ R だってね、熱がかかってるからさ、熱いからこうやって振動するわけだ。だからそうするとこれが振動するってことは、まるでこれがボールがここの位置からこっちの方にこういうふうに振動することになるわけだ。縮んだり伸びたりするわけ。これ横軸 R だから、横軸 R、 もっと上だ、横軸 R だからだね。でね、温度が上がるとどんどんこの振動が大きくなっていく。温度が上がるとどんどん振動が大きくなっていく。である時これが完全にバラバラになります。この2つの原子がバラバラになる。それはどこで起こるかというと、これの傾きが変曲するところですね。ここですね。変曲点がここにあるわけです。だってそれはそうだよね。ここまである力を持っていったんだけど、そこからあとはさ、どんどん傾きが減っていくんだもん。これほら、こういうふうに。だからあるところまで、ここまではどんどん傾きが急になっていくんだけど、ある変曲点を超えると今度は急にこうやって傾きが伸びれば伸びるほど力がいらなくなっていくわけです。だからこの変曲点を超えるまで振動させると、原子ってのは全部一気にバラバラになって溶けるわけです。だからこれレナード・ジョーンズポテンシャルって2個だけに関してやってるけど、次の授業では免震立方に対して計算して、それはまあこれは授業の範囲じゃないけど、それに熱を加えてどんどん振動してって、あるところまで振動すると氷が水に溶けるとか、そういうことも全部これで関わってくるということになるわけですね。